こういう時にさ、歩み足をつかなきゃいけない。あれでこう試合やってる時に、こうやってる時にさ、こうやってる時にいつもさ、こうやってくると、こう、こう、こうって。これしかやらない。な？これダメだ。これは何でかと、止まって、止まって、止まってってやるから。な？これ全部左足で、左足で乗った時に、こう、こう、こう。止まるとこないの。こういう足を使わないから攻められないんだ。ほら、こう、ポッと打てない。これで足さばきをやるときに、練習するときに、こういう足を使いながら、ほら、逆を使うじゃん。相手が出てくるわ。こう、下がる。ほら、これ、これで右。ほら、こう、こっち行くだろ。足さばきやるだろ。ほら、まあ、はい、下がる、下がる、右、左ってことで動くだろ。こうやってるときに、相手の逆足っていうのを使う。相手が出てくるときに出る。これ、こういうときは打つときなの。こういうこと、こういうことを覚えないから、ずっと相手が動けば下がってこうやってるわけだ。で、下がってから打っていったりさ。みんなの剣道がさ、こう相手がこう来ると、ポッと出てくると、そこから下がってから打ってる。本当は、相手が出てくるところを出てる。相手が右に来るところを、右に来るところを左に出てる。左を使う。こうやって動くと、パッ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 。なんで右へ動いたときって、右足が動いてるの。右足が動いたときは打たれないんだから、自分は。飛び込んでこないんだ、相手が。ほら、こうやって。パッと。右足が止まっちゃうから。ね、だから、いつもこう右足が出たり引いたりするところ。だから、ポッと下がって、下がって、ポッといったら、パッと動く。ここ右足が止まってる。だから、いつも右足がどこへ動いていくかを見てるんだ。動くな、こうやって。体の動きを。これがこう止まる、こう止まる、こう止まる、こう止まる。で、相手が右へ動いたときに、右へ動いたら右へ動いた。で、そういうことが試合で一番大切なんだけど、それを自分が打つことばっかりやってて、自分はこう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 して、止まって止まって止まって面と言ったから、それじゃ試合にならない。全然。だから最初の動きが尊敬して立ったときにこうやってくるとみんなこうやってて、こここうやっていく、こうやっていく。だから打たれそうなことばっかりするわけだ。もう打たれて当たり前のことをするわけだ。普通試合やってる子はやらないんですよ。相手の動くのが右足が止まるところを狙ってるから、いつもこうやって動いていくと、こうやって動いていく、こうやって、こうやって動いて、こうやって。パッと。左足が力入ったときに、こうやって動きながら、こうやって動きながら、パッと入ってくる。パッと。みんなのは、止まって、止まってって、そうやる暇がねえよ。こういうの。相手の品叩いたり、相手の中に入っていったり、すぐできる。パッと動いてくれば、スッとやられると、面と出ると。だからそういう相手の動きをさ、自分がさ、攻めて攻めてやってる時にさ、出てくるのか下がるのかっていうのを見ながら試合しないと。どこを打とうかじゃないんだよ。面を打とうか小手を打とうかじゃないんだよ。動きを打つんだよ。みんな動きは打たないんだよ。じーっとしてて相手が動いてるよ。じーっとしてて打ってるんだよ。こうやって、こんなの当たるわけねえよ。見ててみんな当たるよ。自分が行くとみんなこうやって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 るだけで、ね、一
その動きがどこで止まるかを狙ってるわけだから、だからせめて打たせる形を作ればいいけど、こうやって打ってパーッと打ったらパッパッパッと打つよ、こういうもう死ねえ殺したら全然打てないんだから、ほらこうやってパーッと殺せば、こうやってまっすぐ構えたってさ、こうやってパッとどかせばさ、みんな打たれちゃう、みんなだから死なさえ叩かないんだよ、みんなこうやってこう思ってる、パーンって叩かないだろ、パーンって叩かないだろ、みんなこうやってこうやって戻ってくらいに打たれちゃう、みんな殺してる、これでバッと追いかける、どんどん行けばいいんだ、しないいつも離れてんだよ、こうやってこうやって足が喧嘩して、死ねが喧嘩して気持ちが喧嘩するんだよ剣道ってのは。それを三殺法って言うんだよ、三つのこと、三つ殺すんだ、三つ殺すんだよ、死ねが殺す、振らないように、お足で殺すって言うんだよ、パッとパッと、あとは気持ちで負けないように言うんだよ、それを三殺法って言うんだよ、それがないとして打っていったらダメだ、みんな打たれちゃう、気持ちは負けて当たるか当たらないかで打っていったらみんな打たれちゃう、みんな。な、そういうのはやらないの、みんな、みんなやらないの、試合やってるやつは。試合が邪魔だったらすぐに叩くんだよ、どかせんだよ、足が動いんだったら足を止めるんだよ、気持ちは負けないだったら気持ちが出てるんだら気持ちがこいとやればいいんだよな。だからそういうのがさ、やっぱりこうほとんどさゼロに等しいからな、ただ打つだけになってるからなかなか当たんねえんだよ、だどっこいどそういうのがどっこいどっこいならみんな当たるぞ、うん、どっこいどっこいのようになったら当たるから、試合は早いしまあまあ振れるから当たるんだけど、試合の上手いやつかかるとそういうことが全部できてるから、どん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 入ってくるから、こうやってくると、あーって動いてる間にはーって入ってくるから、パーンってくる、もう何でか打たせるように来るんだから、こうやって追っかないから、おーやろ、追っかないより来ちゃうから打っちゃうの、そうやってこうやってパーンって打ってくる、打たせて打っちゃう、みんなどんどん入ってくるよ、構えてくるとこうやってこうやってくるとパーンってこうやって来ちゃうよ、みんな打たせないようにやるだけだから、そういうのがさ、来るとオロオロするよ、みんな。みんな来るんだよ。こうやって行くと、もう、ここでじーっとはしてないんだよ。どん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 、こう箱を入ってくるって。打たせないようにやれば、死には触れねえもんだって。そういうのが分かんないでやってるさ、みんな。試合を。ああ。みんなこうやって来るの。だから自分でこうやって、オロオロしてる。誰でそうやって入ってくるやつをどんどん入ってみ。こうやって叩くわ、しないよ、こうやってパーッとしないとどこそういな、しないとどこそういな、入ってきちゃうか、みんなこれああとか、打てない、うん、だそれをこうやってるから全然ダメだ、こうやってビーッといくよな、こうやってビーッと力をパッとこうやってパッとこうやるわけ、相手が突っかかってきても大丈夫、つかなきゃいけないから、そういうの覚えなきゃな、うん、そういうのやらないといけないんだ、やらないと勝てねえんだもん、やらないで勝てねえんだよ、やらなきゃ勝てねえんだよ、それをなか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 中学生は難しいんだ、
動いてる時にさ、目打ちの時から左足に乗ってさ、左足にこう乗っていくのよ。乗ってさ、左足でさ、体を持ち上げるんですよ。左足で体を持ち上げるなら前に倒れるんだよ、こうやって。そうすると自然と面っていくんだ。それをさ、右足で持ち上げようとしたらダメだ。左足でこう体を持ち上げるんですよ。バーンって。そうすると自然と面っていくんだ。はいはい。やって。
나 이만 고들하게 사, 나. 그니까 사, 나. 꼬같이 가면 야, 꽃길로 제가 사. 하나를 잖아. 하나를 나 이러고, 그거야 돼. 그거 같더라, 사. 신하이다기 하고 온다, 그러다. 맞지, 그지? 신하이다기가. 나. 고래가 사, 고래가, 고는 신하이다가 사. 거기 하나를 집잖아, 하나를 때, 꼬같이. 그 하나를 내야 돼. 그거는 신하이다가. 꼬같이 가만히 있더라, 꼬꼬라. 나. 신하이가 시도를 해, 오라. 판판 뜯어주는 게 아니라 태아 하나를 네가 낸다 태아 손맘만 쓰면 돼 거기 곰맘만 팥도 해 나 태아 하나를 들어 잡아다 태아 하나를 들어 고태아 닿는다 태아 하나를 나요 사게 닿대 거라 태아 하나를 나 이제 손맘만 오라 팥 뜯고 대우자 거라 오라 신하의 나기가 신하는 사기 나기가 오고 온다 거라 도마때로 담아야 가르다가 마이 마이 이거 이제 나게 담아야 가르다가 마이 니 뭐가 나게 와이 호라 가르다가 호라 왜또 세게 백 요준다요 호라 가르다가 마이 니 도문대요 가르다가 마이 도마나게 담아야 가르다가 마이 도마나게 담아야 さ、手を動かすからさ前にこうやって引っかかったんだよそうじゃなくて構えたところで固定を打つんだよで足を飛ばすんだよ意味が分かんねえかこうやってこっから打てばさな手をさこうやって伸ばさなきゃ当たんねえじゃんなそうじゃなくて手はここで打つんだよここでやって足がこう飛ぶんだよ。な？だその時に、飛ぶ時に、竹刀が自分の顔の前で、こうで構えてれば、竹刀だけが、ペッってこうで動くんだよ。こうやって。ほんまは、こう、パッってこうで飛ぶんだよ。だ構えたとこで打つんだよ。な？構えたとこで、こうやって。こうで、パッってこうで打つ。な？手なんか出さないの？竹刀を、パッって振るだけなの。
아, 또 아시가 반! 이렇게 기발이. 손에 거듭해가 고! 반! 거듭해야지. 민나, 라크니, 반! 맞다? 편하게 그거에 빼빼 또 그래 팬팬 뛰고 시켜놔줘서 붙여놔 너 오센데 성호가 노랜데 난데 코아데 도마른데요 하시게 왜 무기도란가 하시게 또 해야네 토마토가 잘 땄네요 매우 다른 자기다 보관 좀 떨어져로 코아데로 뭐라 왜 오세요 못해서 삐뚤고 아이덱스 순간이 사 쨍! 하시죠 말이야 뭐 이번에 거꾸거라 코부터 되기라 뭐 하시죠 말이냐고 어머 기대 너희 뒷자리
그러니까 前に行きながらって前にしないをちょっと触りながらこうやってパッ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 ってな、うん、分かった、うん、前に行かなきゃこれでこれ前にパッ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 パーンって分かった、はい、はいよ、出ながら出ながら攻めて攻めながらないと、はい、ダメだおい、下がっちゃう、おい、こうやって下がったからまだ行ったってダメだったんだよ、はい、なんで下がるんだよ、ほらほら、おお、前に行かなきゃ、こう、パッ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 と前に行かなきゃ、はい、ほらほら、おお、あら、行かない行かない、足が前かね、ってないからさ、な、手が離れちゃったな、相手が来るとこうやってさ、こうやってやってるんだ、だから目を打たれちゃう、そうじゃなくてさ、こう、しないでさ、こう、こっちからさ、小手を打てるようにさ、ペッペッって触ってなきゃ、こう触ってるとパッと押すんですよ、こう触りながら触るの、こう、パッと押す、こう、パッと、こう、左手使うよ、こう、パッと押す、パッと、はい、左手で動かしたからじゃん、
こっちで動かしてないからさ、こうやってるからさ、こうなったんだよ。ほんで、こっからしないから、相手のしないから離れちゃうの、みんな手が。このままつけないで、つけても、こうやって。こっちの手で、こう触ってるぞ。パーってこと。わかった？はい。こうやって離れちゃうこうやって離れちゃうもう左手だけでベッドでパッとパッとこうシェアマクラるから絶対に面なんかいくら当たんなくたって固定打ちがまくられや試合は上手になってくるから分かった？はい。先を待って、パッと動かして、やってるな。こういうのはさ、一つのキレだからさ、コテなんか来てもさ、なこうやってパッとさ、瞬間的にさ、こう持ってさ、パッパーンっていかないと、なあ、瞬間的にいかないと、こういうしないほうが動かせばいいんだけど、しない動かないでさ、手がさ、こうやって動いてるって言うの、手がこうやって当たらねえよ、こんなのはパッと打たなきゃならないからさ、瞬間的にパッと打ったら、パッとこうやって、何でもだけど、固定でもってさ、固定って、パッて、パッて、パッて、パーンって出る。瞬間的にじゃないけどみんな、こうやって、固定で、パッて、パッて。まあ、これが瞬間的にしないをさ、ペッチ動かさなきゃだめ。こうやれば、もう、当たらないんだからさ、パッて動かして、パッて打てばいいじゃない。それがさ、手がさ、こうやって動いてるからさ、したら真似やねえで、早いやつには。もう一回やってみな。
あ、次行こう。指、あ、目つけろ。目つけろ。最高！对，起！
回休んで。見てるとな、でも同じ方向しか方向で方向から左に構えてると同じ方向しか面を打たないんだな。なあ、もう素直な先をさ、もうちょっと変化させなきゃダメだ。なあ、もう素直な、あの素直をさ、変化させないからさ、いろんなとこ行かないんだよ。ああ、みんなこうやって持ってると同じに、小手でもないのにみんな同じにいっちゃう。なあ。こうやって持ってくる。パンパーンって払ってもさ、こういうふうに。面もさ、こっちからこう乗ったりさ、こっちから打ってる。こっちから打ったり。引き面の中でもポッて打ってさ、こっちからパーンって打ったりさ、しなきゃ。それ全然移動させないんだよ。ずーっと。何でもかんでもまっすぐだよ、こうやって。やっぱり上下動、市内の先が上下動しなきゃいけない。な、こういうふうに。スッと打ってる。パッてだ、パッて打ってる。上下動がないし、俺だからこう構えた時にさ、こうしないとさ、小手でも打ってもさ、みんなまっすぐこう、こんまんまこう、うん、こう体入れな、体入れながらさ、すぐでもさ、パッと小手で打ってみる、しないとさ、ポッと入れて、パラッと前って打ってる、なんかしなきゃ、全然ずーっとこうやって打って、こっから同じことする、ね。
こうやって持ってんだからさ、本ままバーンとこで、こっからペン飛び出すよ、打たないんだ、そういうのがさ、やっぱりさ、試合をさ、触れないで、ずっとこうやって、こうやって、ずっとこうでいいですよ、こうやって、自分の体の前に、飛ぶんでもなんでもさ、やっぱりさ、引き面でもなんでも、だこうやってるか、こうやってるか、引き面でもさ、同じしか打てないんだな。こうやって打てない。ほっと打てない。バーンとこっちから打てないさ。こう、しなやを動かして、こっちから打てない。ほっと打てない。こっちから打てない。なんかやらなきゃ。稽古だから。打たれたっていいんじゃん。はい、待って。せっかく稽古してたら、なんかやらなきゃダメだ。なんもやらないんじゃダメだ。避けたら撃つんだ。こうやってるだけじゃダメだお前。こうやってパンチ打たないんだよ。なんで撃たないんだ。みんな止まってんだから動いてだってこうやっててこうやって左足がこうやって動いてて足を引いといてメイク打ったらさみんなそうだほらこいつも左足さ右足を動かして打ってるんじゃねえんだほらほらみんなこうやったらこうやって下がるだろまあああいうの試合ならねえんだよ全然みんなすぐはたかれちゃう下がったらほらほらみんなほらこうやったらこうやって右足を突っ張っててこうやって下がるじゃあ遊んでんだほらあれ攻めらんねえじゃねえこうやってんだからこうやってんだからほら当たんねえじゃんほら狙い小高校動かしてみんな止まっちゃうだろこうやってこうやってほらほら右左こうやって振られる左がこうやって動いてるな、あ、打とうぞ、打ち上げろ打ってたって当たらへんよああやっちゃってんだよはい、ラスト 3分、あと1本、ラスト
そらこらへへら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 動くんだもん打てないよ逆だ逆こっちらしはへらへら動くから右足はぼっちゃがんねえからあいつはパッとこで打てないよみんななんぼでも打てないぞ。 左足の右側どこなんだこっちの足に乗ったままこうやってこうやって乗ったままこうやってこっちの足がおおこっちの足に乗ったままこうやってずっと乗ってるんだよ左足に乗ってるんだ左足に左足にこうやって中へ相手攻めてってもずっとパッとこうやって攻めてってもスーッと開かれてこっちの足はピッピッとこういくの。 打ってきたって怖くねえんだそういうのだからどんどん打たしてんだそうやっていけばさどんどん攻められるから打ってくればさボン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 打たれるんだ打ってった方がみんな負けるんだこうなっちゃうんだよみんな。 ひょろ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 ひょ
Thank you.
っぱり中学生やな、前の取り方がやっぱりな、こう前へ攻めるってことがな、左足で攻めるってことはできないよな、やっぱり。動いてからこうやって左足を引きながらやって、そんなに。なんかこうやって引きながら打っていく。引いてからこそ前で行く。普通はやらないですよね、普通は。足を引きながら、左足を引きながら、こうやって面とかで打たない。そういうことはさ、もう、まず、ありすぎるよね。やっぱり剣道はさ、攻めて打つってことが大事なんだよね。足を引くってことはもう逃げてるわけだからさ、こうやって。逃げりゃ打たれるぞ、みんな。気が負けてるわけだからさ。一定こと、ペペッとこと、ペペッとこと、左足で、キャッと体を回す。左足は体を動かす原因だから、元だから、みんな。だそういうところがさ、やっぱりさ、ちょっとさ、おろそかになってるっていうかね。まあ、それをやっぱりさ、極力直すって言うんだけどないけど、やっぱり体が感じてそうやって打たないと。だんだん飛べるんだけど、右足を出しちゃうとさ、こんなとこ行っても当たんなくなるからね。ほとんど当たんないですよ。ここ行っても。避けられないですよ、ここじゃ。ここじゃ。もう打たれた後だから、みんな。普通中学生の剣道だったらここで剣道してくるぞ、みんな。こっから。こっからこっから左足でビューッと入っていくぞ。ここでは剣道しない。中学生がここで剣道したらもう終わり。すぐ打たれます。もう。こういうところで前すぐ剣道する人は試合がある人はいないから。ね。それはさ、やっぱりさ、そういう未熟な人はやるけども。ちょっと試合のできる人はここでやらないですからね。こっからここへ来ながら、ここへ入って来ながらやってきますから、そこでもう避けることができないと、抑えたりなんかして、パッてパパッとしないをさばいて打たないと、打てないから、やっぱりこう、ちょっとしたところでね、やっぱりそういうミスがあると、やっぱりみんな打たれちゃうね。簡単に打たれますよ。パカンパカーンって。そういうところでやらない剣道だからね。こういうところでやらない剣道だから、もう一つミスするとみんな打たれますからね。だからやっぱりさ、試合に勝とうと思ったらさ、やっぱりそういうミスをなくさないと勝てない。自分が打つだけじゃもう打つのなんかみんな見られちゃってるから、もう小手に来る面に来るってすぐ分かるから、もうみんな足を右足を出してこうやって来るのは怒りってのがあるでしょ。みんなそういうこと知らないからやってるんだけど、それは怒りってのはさ、普通は剣道ってのは1秒しで打つんですよ。パッときゃパンって打つんだけど、ね、オッチニッサンって打つんですよ、みんな。オッチニッサンって。左足がこうやって動く人はね、オッチニッサン。必ずこうやって、いい右足を出してこうやって、3つで打ってくるんですよ。1、2、3って。だから、打ってくださいよって打ってくるんですよ。打たれるさな、それは。剣道ってのは1秒しで打たなきゃならないんだけど。パッとパッ、こっちの足でパッとパッと打たなきゃならないけど、でそういうのさ、やっぱりさ、もう本当にすごいミスなんですよ、それは。自分たちがやらないっていうのは、もうそういうの、それだけはさ、直さないと、どんなに稽古してもダメなんだ。もう一生懸命やったって、そのオッチニッサンをやめないと、こうやりながらパッと打たれないけど、それがこうやって動いてるからさ、こうやって左足がこうやって、ほんでこっちの足がこうできてな、こっちの足だけなのに、1、2って打ったり、1、2、3って打ったり、全部するんですよ。それが怒りっていう。怒りは絶対作っちゃダメですよっていう。だからどん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 やっぱりこう、打てる感覚を作んなくちゃ。こうやってパーン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 ってこう打てる感覚を作んなくちゃ。足でこうやって。試合はもう足だから。手じゃないから。手はいくら振ってもダメだから。足がどうやって動くかで決まっちゃうからね。はい、終わります。まあミスしてもいいんだけどさ、なあ、やっぱりできないのはさ、ちょっと直さないとダメだからな。直さないとやっぱり当たんねえから。